はい、皆さんこんにちは。困った時の110番の時間で。困った時のこれ。そうよ、困ったの。でも入ってるから。何が困ったの？山火事。山火事困ったね。なんかね、今ね、ベンチがすごい山火事で、アイスクリームが美味しい。取り留めもない。まあいいんですけどね。取り留めもない。まあ、あの、ということで、困った時の話をしたいんですけど、今日は軽く言わないといけないかなっていう形の重い話をします。ね、言論の自由は今日本にあるか。あ、これね、それ微妙でしょ。俺、言論の自由を通過する人間なんで、これについてね、ちょっとしっかりと話したいなと思って言ってみたいと思いますね。あの、言論の自由って言葉ってね、日本語の人たちも今分かってないんじゃないかなと思ったんで ね、 ね、言いたい放題チャンネルでやってもよかったんだけど、これはここでやろうかなってことで、はい、まあね、あの、今日はしっかりと話したと。それではいいですか。はい、困った時の110番で。いや、思うんだけど、はいはい、言論の自由がうんぬん言ってる、騒いでる人たちが実は首絞めてるというか、他の人たちの制圧してる気がして。僕ね、あの、今 YouTube にアップしてるから YouTube のこと言いたくないんだけど、うん、ね、なんで俺の言論が、なんていうのかな、不自由なのかなって不思議しょうがないんだけど。あ、不思議だね。俺言いたいんだよ、俺ね。なんで、まあ、あの、最近いろいろやってて、俺はさ、クレーム入れたりとかいろんなことしてるから、気がついたらね、北朝鮮の話まで OK になってきたんだよ。だけどね、星の話とか、全然関係ない。映画で、ね、それこそさ、あの、なんで、ジャスティスリーグで、あの、見ましたとかね、ワンダーウーマン見ましたっていうの、あれがなんでブロックされるか知りたいんだ。でもね、これはね、あの、誤解とできませんって言ったら、どうも。それ、なんか見てんのかな、ちゃんと仕事してんのかな。絶対しないと思うよ。多分見てないんでしょ、だっておかしいよ、それは。カチャカチャ音が鳴るのがね、アイスクリームの音です。はい、っていうか、ほら、北朝鮮がどうとか言ったらそれは封鎖されてもおかしくないけど、ワンダーウーマン面白かったとか言ってそれが封鎖されるのおかしい。でね、基本的にはクレームを入れる前っていうのは、見てないでしょ、あの、朝鮮半島の話、特に韓国の悪口を言うとダメになっちゃうんだよ、ね、だからそんなことも多かったんで、ずいぶん俺気にしてたんだ、うん、でね、でも、あの、いろんなものを見たとき、いろんな YouTube 見たときに承認されてるもん、されてないものもあるから、俺だけ文句言うときに。統計を取った、統計まで取れないけど、でも随分調べたな、まあね、だってさ、俺の、いいよ、北朝鮮問題はいいよ、韓国問題いいよ。でも星の話がなんで。これもブロックされてもいいよ、俺は YouTube のことに問題してるんだから。でもね、星の話ってさ、映画の、ジュマンジ、ブロック。一番大丈夫そうなやつが、俺、ジュマンジの映画をさ、見たいなって書いたら、ね、これは広告に適しません。すべての広告に適しませんって言ったんだよ。信じられるの、何がいけないの、俺、見たいんだよ。何が基準なのか教えてほしい。でね、俺自分の、あの、Facebook の中の、まあ、というかね、あの、ブログに、あの、書いたんだよ。どれかいけないですか、ね、みんな意見聞かせて、意見一人も来ない。みんななんで意見くんないの、俺言いたいんだけどさ、俺の方楽しみはいいけど、これはダメなんじゃないですかとかさ、これならいいんじゃないですかって意見欲しいの。ね、みんなでこうディスカッションしたかったね。ね、で、俺と仲良しでいっぱいいるだろう、それははっきり、なさすぎるよ。飯浜くん、ね、それと、あと、あの、そうそう、あの、まあ、いっぱいすぎて困っちゃうんだけどさ、あの、みんなね、意見くれよってね。それこそね、神尾くんもそうだけど、やっぱりさ、俺のどこがいけないと思うかってさ、だって、全然星関係ないじゃん。星と、なんで広告にできそうなのか分かんない。なんでみたいな。ワンダーウーマン。ブロックしないでくれって。でもね、虎ノ門になんか物申すとかさ、虎ノ門の話だと OK になっちゃうんだよ。不思議だね。そっちの方が引っかかりそうなもんなんだけど。絶対引っかかりそうだね。虎ノ門はもう、もう登場と同時に線いっちゃうからさ。だからね、みんなのお願いしたいんだよね。俺別に YouTube で稼ごうなんて思ってないんだけど、やっぱりさ、YouTuber っていう名前のもとにね、いる以上、ブロックされたら嫌だよ。ああ、そうだよね。あと理由もわからないっていうのが一番嫌だよね。全然見わからない。何が原因かを説明してくれたら。って言われたのがさ、ルクソールの写真とかさ、あれなんかも全然わかんないじゃん。わかんない。自分で観光で撮れたやつ。俺が自分のマジックを語ってて、ポイント。解説ポイントね。これ、ブロックで絶対もうダメなんだもん。なんで？いや、おかしいよ。っていうか、ダメはダメでもいいけど、何がダメかを説明してほしいよ、ね。だから YouTube がさ、なんかさ、どっかのわけのわからないところに属されてるなと思っちゃうような気がするよね、韓国とかね。だから俺さ、あの、やっぱ韓国を批判すると、
ほとんどやっぱりさ NP だよ。でこの間ね、韓国知らず NP ですねって言ったら、うん、なんか知らんけど韓国のやつが北朝鮮との問題が OK になっちゃった。なんかさ意図的だよね、本当。本当不思議だよ、もう。だからね、まあ、こんなこと言ってるとだんだん酔っ払いの、うん、あ、酔っ払ってます、はい、たわごとで終わっちゃうんだけど、うん、言論の自由って今日本どうなのかなと思っちゃうんですね。逆のあれで、うん、何て言うかな、言論の自由がとか騒いでる人に私たちは追いやられてる感じがして、うん、あの世界的に言うとさ、一番おかしいのはさ、うん、ナチスをほんの少しでもよく言っちゃいけないんで、世界は自由ないよね。ないよ。だから自由はないんだよね、うん、アメリカもイギリスもクソもなくてさ、ナチスを、うん、ナチスいいですねとか言っちゃうといけないって言うんだよ、うん。でもナチスって他の諸国に比べたらそんな大したことしてないしたら怒られちゃうと思うけど、うん、だってさ、イギリスとかフランス他の国いや、だから意見は違うだろうって言いたいんだよね、意見はね。そうそうそう、別にさ、俺一番こ、ま、もっと言いたいんだけど、うん、困った頃なと思うのはさ、俺勝利憲法やってたじゃん、うん、で勝利憲法ってのは慢字を重んじるんだよね、うん、慢字ってさ、簡単に言うとさ、ナチス全然関係なくて、はっきり言ってさ、禅宗の仏教の紋章でしょ、うん、それなのに、勝利寺はね、ちょっとね、それ緩いんだけど、うん、ナチスのあれと似てるからってんで、下ろしちゃったんだよ。まんで使わないんだよ。なんで使えばいいじゃん。使えばいいじゃん。反対側だし、関係ない。だってお寺のマークだって、いまだに使ってんの。そうなんだよ。で、おかしいってのこんなのさ、で、ナチスドイツは日本と同じで、いい悪い、うん、これ言っちゃってまたダメだろうけど、うん、戦争に負けたってことで、それで一気に全部さ、全部悪になったんでしょ、うん、だから俺は今それ言わないけど、それはそれでいいけど。でもね、私思うけど、ヨーロッパずるいと思うのが、うん、ドイツのせいにして、一人だけに罪かぶせるのずるいでしょって。で、今ドイツに経済全部負けちゃってんじゃん。だって他の国もっとひどいことしてたんじゃないのって、ね。いや、そまさにそう思うね。アジアとかさ、アメリカの人とか先住民とか全部。日本にとってってはどこが悪かいってことは別にしてさ、やっぱりさ、うん、はっきり言って南米とか全部あるじゃん、スペインが悪いよね、うん、でそれ以外にもイギリスも悪いこともあって、インドとか、うん、もうみんな悪いんだよ。フランスが最悪だよね、うん、いいこと一つもない。ひどかったじゃん。それに比べたらドイツってそこまで出てかなかった、自分の国の中でやったけど、うん、そうそうそう。だから全てのね、その戦争の後を考えた時、アメリカだけがフェアだったからおかしいんだけど、うん、はっきりでひどいもんだと思うよ。ひどい、ほんと。まあ今回ね、はっきり言って困った時に110番っていうさ、その題名がどうだろうって言われたけど、だから言論ってどうなんだろうだって、これでね、封鎖されたら俺ね、うん、やっぱりね、言論弾圧だよね。うん、弾圧だなと思うね。だってやっぱりさ、意見言いたいじゃん。うん、そうだよね。だから、はっきり言ってさ、いや、ナチスがいい悪いっていう話は、これはね、もう今タブーらしいんだよね。うん、ホロコーストが実際あったし。でもこれをストレートに全部頭に鵜呑みしてたら、日本の南京大虐殺があったってことがさ、なっちゃうから、うん、よくないんじゃないかなと思うんだよね。日本は日本の独自のこと考えてらなきゃ。俺なんかはアメリカ人といっぱい話してて、政治のとかそういうこと話しちゃうから、そうすると日本の立場分かってもらってるからね、うん、俺はっきり言ってるから、韓国が悪いって、うん、韓国は南朝鮮って言うんだけど、うん、サウスコリア、ね、サウスコリアはすごく悪いんだ、ね、ノースコリアより悪いってことを今定着してるように思ってて、うん、だと思うよ。だって本当悪いからね、うん、まあね、こんな話ばっかりしてもしょうがない。だって黒人のさ、うん、町乗っ取っちゃってコリアンタウン作ってさ、そうそう、黒人暴動事件っていう時やってのは変な話だけど、韓国が乗っ取ったからだからね、町があったのにさ、うん、それ全部乗っ取っちゃってさ、寄生虫みたいに全部こう侵食して追いやられて、ね、だから日本はそうならないように気をつけなきゃいけない。だから僕らはさ、はっきり言いたいのはさ、うん、韓国の問題はダメって言われちゃうと困るんだよ。だから韓国と、例えば俺が言いたいのはさ、ここを断絶を一回するのがいいとか言っても、いいう、そうするとブロックされちゃうんだよ、うん、これブロックされると思うよ、例えば、うん、まあ、韓国じゃあブロックされる覚悟で言おう、うん、いいよ、だからあんまり聞かないでみんな、ね、ブロックされてるものはさ、フェリエイト来ないからあんまりね、やっぱね、私ほらロスのほらその町コリアタウンができたところもそうだけど、はいはい、うん、黒人がもともと町作ってたところをさ乗っ取っちゃったわけじゃん。その通りよ。で今日本もそうなりつつあるから、私たちは気をつけなきゃいけなくて、うん、まさにね、本当に警戒してブロックしないと油断しちゃいけな い、やっぱり法律を改正して、やっぱりさ、うん、日本の領土を買った人間たちがね、うん、他の国に転売できないしなきゃダメだね、うん、あともう規制というか、もっとイミグレ厳しくしていたもんじゃないですか。韓国からだからトランプはね、厳しくしたのが今はね、うん、評価されてるからね、現実的に、ね、うん、日本ももっとなんていうの、日本に害を与える国の、うん、からの渡航を厳しくした方がよくて、うん、特にやっぱりさ、韓国で油断しちゃいけないのがさ、本当に日本乗っ取られてもおかしくないです。そうだね。だから、うん、黒人の街がね、あれは街ちっちゃいところだからだけど、日本の国が乗っ取られないように、だね、みゆちゃん今回すごい話してくれたね。
はい、ということでいろいろ考えましょうということで、また来週です。さようなら。どうもありがとう。じゃあね。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。